ノバルティス、ノバルティス、ノバルティスインターナショナルエイジーは、スイスバーゼルに本拠地を置く、国際的な製薬、バイオテクノロジー企業である、スイス証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業、千葉外芸者とサンド社という、スイスを拠点とする製薬会社2社の合併によって1996年に設立された。社名のノバルティスは、新しい、 ノバと芸術、技術、アルティスの組み合わせによる造語である。フォーチュン氏の世界で最も称賛される企業2013において3年連続で医薬品企業ナンバー1に選ばれている。以下ではノバルティスの医薬品事業における日本法人であるノバルティスファーマ株式会社ノバルティスファーマ提携についても合わせて記述する。ノバルティスは主に 研究部門、医療製品の開発部門、製造及びマーケティング部門の3部門で構成されており、医療用医薬品や医療機器のほか、薬店で販売される、一般用医薬品、動物用医薬品、健康食品、コンタクトレンズなども取り扱っている。以下のブロックバスター製品を保有する、ノバルティスの日本法人は持ち株会社、 ノバルティスホールディングジャパン株式会社を中心に以下のように展開している。中核として医薬品事業のノバルティスファーマ株式会社がある。両本社は東京都港区虎ノ門にある虎ノ門ヒルズモリタワー内に所在する。アメリカで2010年に4億2300万米ドルの罰金が課され、高転換薬の違法なマーケティングとオクスカルバゼピンの他に高血圧の 治療薬バルサルタン、ディオバンなど、ご薬剤について処方した医療専門家に報酬を支払ったことが理由である。関与が疑われる社員は、事件発覚後の2013年5月15日に、ノバルティスファーマを退社した。京都府立医大の調査委員会はこの元社員への聞き取りをノバルティスファーマに求めたものの、実現していない。この件に関して、ノバルティスファーマは、 元社員の強い意志によると発表する一方、調査委員会に対しては退社したために連絡が取れないことを理由に挙げたとされる。元社員はこれらの論文において、ノバルティスファーマの社員であることを隠していた。さらに、いくつかの論文では、大阪市立大学、または同大学の臨床疫学部門という虚偽の所属先を書いた。もちろん元社員は、 大阪市立大学には所属しておらず、臨床疫学という部門も実在しない。2014年6月11日、ARB ディバン、一般名、バルサルタもめぐる臨床研究不正問題で、ノバルディスファーマ元社員の容疑者、63を、東京地検特捜部は、薬事法違反、古代広告の疑いで逮捕した。容疑は、 京都府立医科大学などで実施された京都ハートスタディのサブ解析で2軍間の割付や脳卒中の発生率、統計学的優位差を示すピーチの操作など、ディオバン群で良好な成績となるようデータ操作を行い、虚偽のデータに基づいた論文をウェブ上に掲載させた疑い。2017年3月16日、東京地方裁判所は薬事法違反。 古代広告罪に問われた元社員の被告、66と法人としての同社に無罪を言い渡した。また、2018年11月19日、東京高等裁判所は控訴審判決で、東京地方裁判所の一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。この件に対するノバルティスの対応は一貫しない。日本法人であるノバルティスファーマ以下、 日本法人ともはこの件に関して何回かの発表を2013年にホームページで行ったが7月29日にそれ以前の発表はすべて削除した。本社のノバルティス以下本社ともでも2013年7月29日の発表を遅くとも10月3日には消去している。元社員の関与によるデータの不正操作や改ざんに関してノバルティスファーマは 7月17日には、それらがあったかのように報道されていることは、見解とは異なる、とした。不正を否定する証拠は挙げていないものの、不正を示す証拠はないことを理由とした。しかし、7月29日にノバルティスファーマは、新たな発表を行った際、それまでの発表を削除した。その結果、データの不正操作、改ざんに関しては、ノバルティスファーマは何も語っていない格好に、 それ以降はなっている。本社は2013年4月に法律事務所にこの区断の調査報告書の作成を依頼した。提出された報告書は英語で作成されたとされ、日本法人は一部分の日本語訳を発表した。それによると依頼を受けたモリソン・フォースターは論文の科学的な整合性については調査をしていない。しかし本社は7月29日に 調査では、意図的なデータの操作、鉄像は発見されなかったと発表した。その一方で、本社は後に、この発表を削除しているが、削除の理由も、そもそも削除したことも発表されていない。その後は、鉄像を否定も肯定もしていない。報告書の提出に関する日本法人の発表では、鉄像の有無に関しては特に見解を示していない。ノバルティスは、 社員が研究に関与したことによる利益相反の問題については認めており、事件の発覚後、再発防止策を発表したが、実際にはその後もそれは守られていなかった。次の、白血病薬研究への関与の項を参照。なお、ノバルティスの発表ではこの臨床研究を一貫して、医師主導臨床研究、英語発表では、インベスティゲイターイネシーテッドトライオールズと呼んでいる。 この後は製薬会社がスポンサーで行う研究ではなく医療機関が自ら届け出ての知見を表す。2017年3月16日、ノバルティス・ファーマは無罪判決ではあるものの、この問題の本質は一種同臨床研究において弊社が適切な対応を取らなかったことにあるとの声明を発表。社会的、道義的責任を感じているとした。 再発防止策として、医師主導臨床研究の支援方法を全面的に、改め、新しい研究助成方針を導入するなど多くの、社内改革に取り組んでおり、企業風土、文化の改善を継続していくとしている。東京大学医学部附属病院血液、主要内科教授の黒川みねお、講師の南谷康人を中心として2011年に、始まる。 白血病薬の臨床研究、サイン研究においては、様々な問題が2014年に明らかにな、その中で、ノバルティスの不正な関与も重大である。サイン研究はノバルティスが販売する薬、タシグナへの他の薬からの切り替えの効果を調べるもので、ある。さらに、臨床研究の中間段階での解析結果まで、ノバルティスにより販売促進に利用されていた。 2014年3月14日にノバルティスはサイン研究問題に関する外部調査の結果を発表した。そのウェブページでは参考として日本はノバルティスにとって現在もこれからも成長市場でありかつ重要な投資先です。と述べている。ノバルティスは社外の委員会に調査を委託し報告書が2014年4月に公開されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。